皆さんこんにちは、シです。というわけで今回はやっと七英雄ボクオンを倒して年代ジャンプしていきましょう。ただその前に1個だけやらなければいけないことがある。レアアイテム全部取れるまで帰れません。残しているのがもうあと少し。ロビンハットからラビットアーマー、これだけは戦闘回数が少ない898戦までの間に取っておかなければいけない。なので僕音戦の前にまずはラビットアーマー続きやっていきましょう。現在の戦闘回数は884回、ほぼジャスト。さあまずは開発はお金足りないがガーダーならいける。よしやっていこう。さあそしたらおーラルバクイーンも出るんだ。ついでに買ってしまってもいいかもしれんね。ロビンハットはテイク17まで前回やってるんで続きからやっていきましょう。おっ1人時間差。さあテイク20。わあソウルセーバーか、そっちはいらんのよね。おっブレードロール、電光ブーメラン、かっけー。何それ。お、さらに巻き割りスペシャルきたー。ダイナミック。お、あー、うわー。さあテイク30きたよね。確実に今私の目にはラビットアーマーという文字が見えていたが、テイク30ついにいったーよっしゃー。超低確率 1.2% ラビットアーマー、ちょうど1時間くらいかな。体防具、毒から守る防御10、弱そう。ちなみにさっき巻き割り大スペシャルひらめたんですけど間違ってリセットしてしまったんであれなかったことになったわ。せっかくのダイナミックが。さあそしたらロビンハットからラビットアーマー1時間と、いやー来たな。45分の37。そしてもう残る、フォージウィルムとラルバクイーンはもう戦闘回数いくら増えても問題ない。あとはボスドロップかんちょっと待て、リジットレザー、そうか防御10めっちゃ弱いと思っていたけど、サガフロンティアやりすぎたわ。防御10そんなに弱くね。むしろリジットレザー防御7より圧倒的に強い。これは変えていこう。さあそしたらバックラを受け取って、でさらに兜も開発していこう。で年代ジャンプのためにひたすら戦闘回数が必要なんで逃げまくる。100回くらい逃げまくりたいね。で5世代くらいジャンプしたいかなと思ってるんで、ひたすらに逃げてひたすらに金稼いでひたすらに開発すると。こういう時に限ってロビンハット出まくるじゃねえか。さっきあんな出なかったのに。よしクロースヘルム、全身鎧のためになるべくちょっと開発が進んでない防具優先しようか。おそらくあとはガントレット、手の防具の第2段階さえ開発すれば次の世代でラメラスーツ、全身鎧が売り出されるはず。よしそしたら出たね、コテを開発していくと。そしてさらにまた逃げまくって戦闘回数を稼いでいこう。よしとガントレット完成。さあ軽鎧2段階目開発して、いやー全身鎧の開発さ何気に結構年代ジャンプの数ギリギリかもしれん。ちょっと油断してたね。まあでも今ならまだ全然間に合う範囲だからよかったわ。いやー合成術が全然ダメだ。一個も覚えられん。さすがに魔法使わなすぎか。いやでも天術29とか結構あるんだけどな、足りてないか。ちょっとこれは戦闘回数稼ぐだけでなく、魔法レベル上げながら戦闘回数稼いでいこう。さあブリガンディ受け取って、おレベルアップ。さあ8600クラウンと、おやった、覚えられる。これはなんだ、よろしい。さあ戦闘回数987、817回しだから170戦くらいしたのか。いや、やりすぎるとちょっとね良くないし、この辺りにして、じゃあ七英雄牧音倒しに行きましょうか。さあノーマットよく来たあの船型の要塞ができてからモンスターが増えて困っているということで、今回地上戦艦は1周目にできなかったルート、帝国大学の軍師を使うっていうのをね、やっていこうかなというふうに思っています。さあ、こんなところに要塞を作って何をしているのか。麻薬作ってるんすよね。さあ、そういう奴らには先制攻撃やっていきましょう。そしてコメントいただいておりました。手順、特殊な手順を取ると、マイルズの地下に獣人シンボルを残せるらしいんですよ。そしてそれが、わあ動き出した、わあぬえ獣人シンボルがねレベル上げにいいということで、教えてもらった特殊な進め方っていうのをねしてみようかなというふうに思ってます。おっ、まあ、気割りスペシャルきた、覚え直し。そして、特殊な手順というのが、まずマイルズに戻る。わあゴブリンゴブゴブガウガウだった。そして腕力が高い皇帝の時に仕事をやらないか、これが受けられるから仕事をやるで、仕事を受けると、そうするとなぜかなんだ騙されて地下に連行されると。でこのゴブリンが、地上戦艦九人士じゃねえや、僕を倒すといなくなってしまうんですが、特殊な手順を取ると残ったままになると。そしてそれがレベル上げにめっちゃいいということで、何もかも取られてしまった。そしてここでさっさと逃げ出そう。はい、おー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 ミスティック。あそうか、パンチしかねえわ。いやミスティックパンチで戦うのめっちゃ怖いよね。しかも今裸でしょ。待て、一旦逃げて、スイおお無理じゃない、これ。待て、逃げて戦闘回数がやばいちょっとおい、逃げられないじゃん。待て、あの階段まで行かしたちょっとこれ厳しいな。最初に手順を囲まれる前になんとか上に行かなければいけなかったのか。今ですよ。ああいやまだいける。これ出てくれ。よし。いや危なかった。お前よくも騙してくれたな。装備返せや、いい仕事があるんだが。やらない。やるって言ったらもう一回行くでしょそして街の中、この街の中の獣人もさ、あ、戦闘ならないんだ。ガウガウ。わ、ラルバクイーンだし。いや、倒したいけどな。今、裸なんよ。一旦逃げて、南から出ずに、東に出て、ステップ。そして、ワイリン学校に行かずに、戻る。ワイリン学校に行かずに戻る。むずいな。月島からだったら脱出できるよね。オッケー。で、この後にアバロン帝国大学に行くと、先にあれか、ちょっと装備を回収してこよう。危ねえ、引き出す。倉庫に送られてるらしいんですよ。ほらね、スプラッシャーとか。倉庫に送られてるっておかしくない？冷静に考えて。僕王に取られたんですけども、完全にアバロンと僕王つながってるしなんか暴殺された気がすんな。さあそしてこの状態で大学に向かう。なんかかっこいいな、白黒。白玄。確かに髪が白玄。よろしく頼む。いや、ちょ、俺は病気じゃない。いやいや、この薬は地上を動き回る船によく効く薬？船に効く薬なんてあるんか？ただし少々高くつきますが、絶対騙されてるやん。そんな明らかな嘘に引っかかるやつおらんやろ。わかった。お前に任さなきゃダメなんだよね。仕方ねえ。では私はフォーファーへ行って準備をいたします。陛下は後ほどゆっくりといらっしゃってください。わあ、そこ飛んでくの？金取られたっぽいし。まあ、ゆっくりと言わず、もう即行くわ。軍師、一晩でやってくれるかな？いた。こんちゃーす。お待ちしておりました。いやー、さすが白玄、一晩でやってくれました。港の船をご覧になり、いや、見てない。あれをステップに運んで、地上戦艦に対抗する帝国戦艦に作り変えます。そんなことできます？早速取り掛かりますので、ステップまでおいでください。お前、有能すぎか。そんなことできます？ガートルード。ソフィアではない。ガートルード。船あんじゃん。待て。船なくなってなくない？待て。まあ、コムルン海峡を挑めるけども、この船マジでなくなったりしないよね？ノーマットの村なくなってるんだけど、待て。どういうこっちゃ？こっちかー。なんだ。あるやん。めっちゃかっこいい船あるやん。さあ、乗っていこう。この後ってこと？うわー、ちょっと楽しみ。周りから話していこうか。よ、じいちゃん。この帝国戦艦なら地上戦艦も目じゃないっすね。そんなすげえのか？いや、なんといってもタラップの紋章がすげえわ。あれか、これフォーファーの船か。この帝国戦艦なら地上戦艦も目じゃないっすね。クソでかくない？この帝国戦艦なら、はい。そして、乗組員たちにも話していこう。けれー。うわー、でもさ、どう見てもどうやって持ってきたのかっていうさ、不思議な部分もあるんだけど、埋まってますよね、あなた、地面に。これもう動かないんじゃないですかねえ。これなら地上戦艦を撃破できるぞ。陛下、これはおとりです。なんと、これに乗って戦うのではない。おとり？そうです。帝国戦艦完成間近と聞けば、僕は必ずモンスターを使って破壊しようとするでしょう。その隙に地上戦艦に侵入し、僕を撃破するんで。別にこいつ飛ばなくてもいいってことか。なぜそんな回りくどいこと？この帝国戦艦で地上戦艦と戦えばいいじゃないか。確かに。目的は地上戦艦の破壊ではありません。僕を倒すことです。そのためには、第一に僕の周りの戦力を減らすことです。第二に僕に帝国最強の兵、つまり陛下ご自身をぶつけることです。この2つと僕の生活を考えて、この作戦を立てました。奴は帝国戦艦が完成間近になるまで手を出さないでしょう。また、地上戦艦を危険にさらすこともないでしょう。となれば、部下のモンスターの多くが攻撃に参加し、内部は手薄になります。地上戦艦も一度止めなければならないでしょう。というわけで、なるほど。すでにノーマットに地上戦艦の様子を探らせております。こいつマジで軍師だわ。さあ、そしたらノーマット行こうか。いやー、でも乗りたかった。乗れないの？いや、めっちゃ乗りたかったけど、残念すぎる。さあ、ノーマットの村に向かい、チャース、よく来た。余ってたと地上戦艦へ急ごう。さあ、走ってゆく。手薄になってる戦艦に、おとりが活躍してるかな。これループしてない？大丈夫？これループして、私、何、丸ボタン？いや、違う。みんなあれか、地上戦艦から出て、そうだね、タラップに紋章ないもんね。帝国戦艦に向かってるということか。作戦通りや。中に兵士いない、モンスターいないし、隙だらけや。そしたら宝箱を取りまくりしましょうか。わわわ、全然隙だらけじゃなかったわ。この階にある宝箱ってどこだっけ？いや、全部これ、働けーだな。働けーではなく、いや、働けーだな、これは。待て待て待て。マップ忘れてしまったな。あ、そう、このベルトコンベヤーに確か乗るといいんすよね。働けー！待て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 。働けーではないから下か。とりあえず、鉄の鎧、鋼鉄の鎧、21万円。寝てる隙に、ゆっくり、起きてしまった。大たって、鉄の鎧、炎の剣と。うん、いいよーよー。さらに、ゾンビーツ。レザーアーマー、そしてダブレッツ、そしてベルトコンベアーに乗って角質ロト、断熱服に32万クラウン。よーし、これで宝箱回収は完了でしょう。さあ、僕温泉直前、戦闘陣形はやはりマリオネットと使ってくるので、先生取りたいラピッドストリームにしておくと。さあ、やっていこうか。僕をすまん。私は僕をでも何でもないんだ。七英雄と名乗ってみたかっただけなんだ。この麻薬作りもやめる。この戦艦も破壊する。だから頼む、許してくれ。許さん、戦う。いやー、来たー。これが僕音第2形態マリオネットがすげえ強化されてる。これね、許してしまうとバカめ騙されたなーって言ってね、背後取られてしまうんですよね。いやー、しかしこの極東すげえな。密かがあれや。君の努力無駄だったねってやつやん。さあ、そしたら薪割りスペシャルから入り、混合力一応工程にかけて、真空切り、いや、技ポイントが足りないから千切りにしよう。回復してこいって話だな。そして黄金さんは太陽光線打って千手観音と薪割りダイナミクス1953、強えな。さあ、混合力工程足早いから違う人に混合力入れた方が良かったかもしれんね。火力が高え。我々の火力が異常に高い2100。お、そして水鳥剣見切っていく。あ、てかマリオネット見切りたい。お前マリオネットだけのやつじゃないの？待て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 。七英雄の第2形態ってさ、こんな強いの？待って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 、普通にやばいんだけど。回復、いや、どうしよう。回復普通に超やばくない？これは回復マリオネット、うわー、魅了されてゆく。見切れなかった。薪割りスペシャル。陣形切れてるから、先制効果、何の意味もなしてない。一旦立て直す。いや、工程だけは、薪割りで攻めて、回復して。うわぁ、水鳥待って！この陣形、水鳥とマジ相性悪い。いや、アマゾンストライクのままでよかったかもしれん。終わった。いや、待て。強すぎるんだが、起こしてゆく、踏みつけ、わー、おー、生きてる。いや、ワンチャン。回復。いやー、回復薬を持たせてきてないんだよな。舐めたな、これは。回復。落月破山、食らう、月光。もう自利品じゃないかこれは。マリオネットはやめて、終わった。おミス、オッケーオッケーオッケー。もう決まり、ダイナミクス。いや、もう3つよりあるから、もう1人は攻撃してくわ。てか、皇帝技ポイントあるから、攻撃しまくるわ。で、それ以外の人で、いや、もうむしろここは、ベネディクトさんも、千切り、いや、もう真空打ってしまって、で、黄金さんで一応回復を入れておく。いやー、マジつえ。君の努力無駄だったねじゃないわ。いや、先生、そうか。先生取らないとマリオネットやべえのか。見切り、ナイフ立て。うわー、でも、無理か。見切りたかったが、一旦そうか。人形の効果も出さなきゃいけないから、全員起こしていく。しかし、水鳥一発で終わるんだよな。一旦起きたが、巻き割りが味方に来て、陣形がまた崩れる。巻き割り、回復、真空から太陽光。頼む。マリオネット以外。てか、マリオネットさ、一応見切れるんじゃなかったっけ？見切り候補に入っては、また陣形崩れたし。待て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 。起こさなきゃやばい。1700。いや、巻き割りとか打ってるからやべえのかな。いや、でも私はもう脳筋だから攻めていこうかな。ここで回復入れて。いやー、千手観音。さあ。ちょっとずつはダメージ入ってるから悪くはない。うわー、水鳥これ最悪や。最悪すぎる。水鳥と相性が悪すぎる。月光誰起こし。解除。いや、どうせ回復するんだったらここ起こしとくか。終わったか。いやー、つえー、マジかー。いや、陣形悪いっしょ。